原作渡辺渉、テレビアニメ弱虫ペダル、ドラマ CD オフザロード。ったく雨とか勘弁してくれよ。いましたか東堂さん。あ、泉だ、そっちに行ったぞ。なんだ、ったく部室に入り込んだ猫一匹に何大騒ぎしてんだよ。ですけど荒北さん、あの猫意外と動きが早いんですよ。ああ、俺のカチューシャもあっという間に持ち去られてしまったので。お、荒北、掃除のモップを持ち出してどうしたのだ。よしって、まさか。いや、待ってください、何もそんな暴力に訴えなくても。黙ってろ。あ、出てきた。すごい、片手で捕まえた。ほら返すぜ、お前のカチューシャ。いや助かったよ。これでいつもの髪型が決まる。礼を言うよ荒北。んなもんいらねえよ。へえ、荒北さんお上手なんですね、猫の扱い。だな、実に手慣れたものだった。俺も感心したよ。ああ、なん常識だよ常識。常識ですか。だそうだ。お前は常識がないぞ泉だ。おめえもだよ東堂。な、俺もか。それにしてもこの猫変わった毛並みしてますね。うん、体は真っ白だが両耳の先と尻尾の先だけ茶色の縞模様が入っているな。なかなか珍しそうだ。さっきからよく泣く猫だな。お腹でも空いているんじゃないですか。あ、僕のカバンにプロテインなら入っていますけど。おい、バカなことすんじゃねえぞ。んなもん食わして死んじまったらどうすんだ。え、そうなんですか。人間が平気でもそいつらにはとんでもなく害になるもんだってあんだ。それも常識というやつか。足りめえだ、そんぐらい覚えとけ。はあ、すいません。でも荒北さん。あ、荒北さんお詳しいんですね猫のこと。はあ、なん常識だっつってんだろ。なーに、簡単なことではないか。近所で猫用の缶詰でも買ってくればいい話さ。なるほど、それならコンビニにも並んでいますしね。あれ、ツナとかささみとかなかなかタンパク源が豊富そうなラインナップなんですよ。実は前から気になってるんです。なんでお前が猫缶の栄養気にしてんだよ。え、気になりませんか。最近は一般食品並みに衛生的に製造されているって聞きますし、この際一度挑戦してみましょう。お前が食うつもりかよ。使え漬けなんかすんじゃねえぞ。なあ、ほっとけ。いつ一枚でもしたら面倒なんだからな。そうなんですか。だから何度も言ってんだろ。まあいいではないか。なんなら物質で買おう。ああ、妙案ですね。んなことして誰がこいつの面倒を見るんだよ。おはようございます。よう、マナミ。あれ、皆さん一緒でどうかしたんですか。つか、マナミ、お前放課後におはようってのはねえだろ。あですよね。さっきまで教室で居眠りしてたんで、つい。ったく、相変わらずの不思議ちゃんが。ああ、猫だ。気をつけろマナミ、そいつは見た目以上に凶暴だ。ああ、今のところそいつは荒北にしか懐いておらんて。お前かわいいな。くすぐったいよ。あ、何か言いました。ああ、いや、なんでもない。それで名前はどうします。名前ここで飼うんですよね。ああ、そうだな、名前か。
さて、何がいいかな。仕方ありませんね。ここは僕が素敵な名前を考えましょう。アブーで、なんでジャージのチャックを下ろして深呼吸始めてんだ。え、名前を考えるんですよね。だったら普通しねえよ。つか、いつそんな話になったんだよ。名前も禁止、餌付けも禁止だ。分かったか。アブー、分かりました。まあまあ、泉田も反省している。許してやれよ、腹来た。おめえもだよ。俺もか。ゆっくり食べなよ。マナミ。はい。相変わらずマイペースなやつだな。しっかり白米を食べさせてしまいましたね。マナミ、俺ってやつ。まあいいではないか。こんな天気だ、雨宿りさせると思って今日はのんびりさせてやろう。ありがとうございます。それじゃあお言葉に甘えて、今日は俺のんびりさせてもらいます。おめえのことじゃねえよ。ほら、もう雨も上がったぜ。とっとと自分の家に帰れ。別に急いで追い出さなくてもいいんじゃないですかね。まあな。ここを餌場や住処だと思われちゃ飼い主が迷惑すんだよ。飼い主？ということは、あの猫は飼い猫ということか。ああ、そういえば俺がご飯あげた時も全然警戒してませんでしたね。なるほど。だから構うなと言っていたのだな。口ではいろいろ冷たいこと言ってたけど、結局今日一日荒北さんが一番あの猫のことを心配してたよな。あれ、いつもこんなところに張り紙なんてあったっけ。探しています。耳の先と尻尾の先にしましま模様がある周囲です。失礼します。泉田、入ります。おお、泉田か。東堂さん、今日は早いんですね。だって、何ですかその本の山。猫の扱い方上級編。こっちは月刊私と子猫手編みファッション特集号、それに我が輩は猫である夏目漱石。昨日は荒北な奴に猫の扱いが悪いと好きかって言われたのでな。ってことはもしかして。やっぱり。ああ、全ては餌付けしたマナミのせいだ。それでこんなに本を。無論だ。相手が動物であろうと俺は全力を尽くす。はあ。自分磨きを怠っていては成長はないぞ、泉だ。お言葉ですが、それなら今回の僕に隙はありません。ん？これです。昨日寝ないで筋トレしながら考えたんです。ん？なんだこれは。よくぞ聞いてくださいました。それは猫用マッスルトレーニングメニューです。猫マッスル？昨日はずっとその猫の姿勢が気になっていたんです。このメニューをこなせば猫背だってバッチリ治りますよ。治すのか、猫背を。はい。ああ、それと飼い主も一緒に筋力アップを図れるメニューも考えてありますから安心してください。キャット&アブドミナルマッスル。ああ、それキャッチコピーです。そういうのがあった方がモチベーションも持続しますからね。ん？おはようございます。ああ、お二人とも早いんですね。なんで俺が寄り道なんてしてんだよ。結局買っちまったじゃねえか。めんどくせえ。という
うわけなんだ。お前もひどい話だと思うだろう、荒北。どこが。おい、俺の話を聞いていなかったのか。いや、聞いてたけどよ。つまりマナミは今あの猫を飼い主のところに届けに出かけているってことだろ。はい、今日もあの猫が来ていましたから、マナミは昨日見つけたその張り紙の住所まで届けに行きました。ダメろ、言った通りじゃねえか。だからだよ、せっかく俺が本を借りてまで学んだ猫の扱いを試す間もなく、マナミのやつは連れ去ってしまったのだぞ。知らねえよ。はあ、冷たいな、ラキタ。俺はこの行き場のない寂しさをどうしたらいいんだ。だから知らねえっつーの。いいだろう、お前がそのつもりなら覚えたての猫可愛がりというやつをお前で試してやる。じっとしていろ。なにすんだよ、まとわりつくな。よし、動くな。猫可愛がりができんじゃないか。あー、やめ。よし、手に話せってよな。あ、なんだこのゴツゴツした感触は。待て、てめえ。あ、コンビニの袋。あ、そら。何ですかそれ。何が入っているのだ。なんだ缶詰。どれどれ、ささみ味って書いてありますね。ああ、これ猫用の缶詰ですよ。ばっ、返せよ。なぜこんなものを買ったのだ、荒北は。そっか、やっぱり優しいんですね、荒北さん。言ってんだ泉だ。そりゃ俺が缶詰を食おうと思って買ったら間違って。またまた、素直じゃないな。恥ずかしがることありませんよ。だと？誰が恥ずかしがってんだよ。僕のために買ってきてくれたんですよね、この猫用缶詰。はあ？ほら、昨日僕が食べてみたいって話したから、わざわざですよね。ではお言葉に甘えていただきます。そうなのか。勝手にしろ。